まずですね、そこが入ってきました。アメリカのメディアによると、南部ジョージア州で5日に実施された上院2議席の決選投票ですが、民主党がいずれも勝利を確実にし、上院多数派を奪還することが決まりましたと。 これジョージアってもともと共和党の牙城だと言われてましたけれども、2つも取りましたねねですね1か月ぐらいまで前では、ほぼこれ共和党2議席ということで確定的だということは言われてまして、うん、まあこの1か月ぐらいでずいぶん状況が変わったと思うんです、うん、まあこれは、まあ、あのトランプ大統領のオウンゴールの面もあると思うんですが、うん、アメリカ政治が非常に大きく動き始めた、うん、ということかもしれないですね。はいあのー、これね州の中のの中軍だととか市ごとの情勢 もう詳しく見るとやっぱ都市部で青くってそして、えーまあ、ある意味郊外田舎の方に行くと、えー、共和党支持が多いっていうなんかここら辺もくっきりしてきてますね。そうですね今南部ジジョージア あるいはテキサス、非常にあの経済の調子がよくて、はい、特にあの大きな企業がやはり南部に移ってきて、まあ、これによって都市部が、まあ、ある意味では東海岸のニューヨークとかと似たような構図になってきている部分があると思うんですよね、まあ、そういった意味で人口動態が変わってきたことももちろんあると思うんですが、まあ、それ以上にやはりこの1、2か月で、やはりトランプ大統領の最近の言動に対して、まあ、一部の,あの共和党の支持者が離れたところもあるのかもしれないですね。うーん まあそのあたり、後ほど、また、おはようニュースネットワークのゾーンでも詳しくお伝えしてまいります。まずは速報をお伝えしました。えー、では、取り上げるニュース、7時頭はこちらです。一都三県への緊急事態宣言、今日発令決定。 政府は今日にも新型コロナウイルス対策として東京都と埼玉、千葉、神奈川の一都三県を対象に再び緊急事態宣言の発令を決定します、えー。期間は明日8日から2月7日までとする方針です。えー、そして、まあ、あの、朝日だとか、産経それから毎日もいじめで書いてましたが、えー、1日あたり6万円の、 ねえ、協力金を出すみたいなことも決定するということであります。さあ、あここことここに至れるという感じですが、いかがですか？ まあそうですね、やはりあの4月の、まあ、昨年4月のときと比べて、今回はまあいろんなことがコロナについては測ってきてますから、はい、まあいかにして感染拡大を防ぐかということと、あとはまあ経済のダメージを減らすか、まあこれをそらくこの1か月ぐらいは、まあ、ずっと政府官邸であの悩んできたと思うんですよね、うどうにかこれを両立させたいということ、まあ、ところがまあ両立させたいということが、これは一つ間違えると、どちらもあの非常に生ぬるい、中途半端な。 対応になってしままう可能性もありますただ、この2つの,、まああの経済をどうにかして持ちこたえるということと感染拡大を防ぐということある意味ではこれ世界中の国々がすべ、まあ、てこれ悩みながら あのまあ、最適な解を模索してるわけですよね、まあ、そういった中で、日本政府が果たして、はい、まあどういった会をこの2つを組み合わせられるかということが問われていると思いますねうん、まあ、あのそもそも、ね、この新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言あの、私の権利、試験の制限という意味では、それほど強制力がないということは、去年の4月あたりから言われていたんですが、結局変わらないままって、これ、なんか空気で、 こう人を縛っていくのかみたいな話も出てますよね。おっしゃる通りですね。あの他国と比べて日本の場合はとにかくあの戦後の民主主義のこれは影響もありまして、はい、とにかく人権とかですね、うん、個人の権利とかまあそういったものに対してですね制約することに対する過剰なやはり抵抗があったと思うんです。はい、まあそれについてですね、まあ、安倍政権が保守政権と言われますが安倍政権でさえもこの問題に対してあの一定程度以上踏み込めなかった。 ですから、政府がこういったあの緊急事態の時に、はい、まに、これ、ただ単に軍事的な緊急事態だけではなくて、これも有事法制で変わりました、はい、ところがそうではなくて、自然災害であるとか、こういう感染症、インフルエンザの時には、ですね政府がどの程度、まあ、強力な措置が取れるか、これについてやはり真剣にあの考える時が今、来てるんだろうと思いますね有事に、やっぱり平時のままの状態でやれるのか。 とというこころとこれ空気ので縛るってことになるとなんかどんどんエスカレートしそうで怖いなっていうふうに指摘する人もいます、ね、あの結局、この有事というときに、えー、軍事的な有事とですね、はい、非軍事的な有事とありましてこの非軍事的な有事に関してはまあこの まああのちょうど3.11の東日本大震災でようやく動けたわけです。ところが、それは自然の災害、震災に限られるわけですよね。で、結局、感染症に関しては、ですねこれ、少しずつ変えてはきてるんですが、はい、やはり、こういったものに対して、国民の権利を制限するということに対する抵抗がある、ただし、このようなあの大変な事態の時にですねあの要請だけで国民に動いてもらうということは、はい、これ、国民の側もどこまでそれに応えていいか分からない。 ですから、より明確なガイドラインとして何をしてよくて何をしてはいけないのかということをやはり一定程度の強制力を持つ形であの政府があの法律の改正をするということが、まあ、今、検討されていますが、はい、まあこれはあのぜひ必要なことだと思いますね、えー、まずは一都三県、緊急事態宣言でした。おははようニニュューーーススネットワークでで取り上げるニュースこちらです アメリカ大統領選挙、連邦議会にデモ隊が侵入、バイデン大統領当選の審議が中断。 現地6日、日本時間7日現在、アメリカの連邦議会では、上下両院の合同会議が開かれて、バイデン次期大統領の当選が確定するという見通しだったんですが、その手続きが行われていた連邦議会議事堂内に抗議するトランプ大統領の支持者とまあ、見られる人たちが侵入、選挙をしたということです。アメリカのメディアは一人が法執行機関に打たれたと伝えました。議会は手続きを中断していてい 史上異例の混乱となっておりま,すまたバイデン次期大統領は6日東部デラウェア州へ演説しましてアメリカの民主主義が前例のない攻撃を受けていると批判をしております。 えー、ジョージア州の選挙は2議席争われていましたが、これが2つと民主党になったということで、えー、上院と下院、それから大統領と、えー、3つが全て民主党が取るというようなことになったと、速報も先ほど入ってきておりました。 さて、この現状について、アメリカから現地の様子などを伺ってまいります。アメリカ政治ご専門の政治学者、慶応義塾大学教授の岡山博さんと電話がつながっています。岡山さん、おはようございます。おはようございます。どうぞよ,ろますよろしくお願いします。まずは今、どういった状況になってますかどういう報道されてますか そうですね。あの、ちょっと経過を話しますと、あのきっかけ、今日のあの正午過ぎから、あのトランプ大統領がホワイトハウスの前で、<っ>あの支持の前に演説を行ったんですね。で、その時に、あの、自分は選挙に勝ったんだ。 みんなで連邦議会の議事堂まで更進しようというふうにたきつけたのがどうもあの始まりで、はい、あのデモ隊はもう議事堂の中とかですねさらにはあの議場とか議員のオフィスまであの侵入していると銃、はい、や催涙ガスまで使われているという感じで、はい、あのワシントンの市長さんの要請であの、はい、軍隊も投入されるというそういう模様です。ではい、あの今お話しあったようににバイデンさんは緊急に演説を そのあのにトランプさんが、まあ、ツイッターを掲示してあのビデオを流してそれまでは警察に協力しようというぐらいのことしか言ってなかったのが、はい、あのデモ隊に呼びかける形で、はい、あのこれは間違った選挙なんだと自分は本当は勝ったんだけれどもだから君たちの気持ちはよくわかるんだけれども、うん、あの平和が大事だと。 市長が大事だからあの、家に帰ろうっていう、なんかちょっと間抜けなです、ね、メッセージを出して、<ー>今、少し、流星像だと見てると、少し外側はあの落ち着いたというあの、そういうふうに見える状況ですねなるほどあの、バイデンさんはその、トランプさんもデモ隊の前に立って、なだめに行った方がいいんじゃないかみたいなあの発言をしたというようなことも言われてますが、実際、そんなことはあったんですか いやあの全くなくて、ですねあのあ<ー>自分もあの議事堂まで行くかもしれないというふうにトランプさん言ってたんですが、はい、あの全くそうではなくて、あとあのバイデンさんはせめてテレビ演説をしろとあ<ー>いうことを言ってたんですけれども、はい、であの結局、ツイッターでそのビデオを流すという、まあ、そういうい形にとどままりましたあこれ、一方でそのジョージアの2つの補選は2つと民主党が取ったということも報じられてますが、その辺もなんかこう刺激した部分ってあったんですか、はい あのこれはそうですね、あのただあの、結果の確定自体は、あのかなり、まあ、あのこの暴動が起きた後の話なのであ<ー>、まあ、直接のきっかけかというと、ちょっと違うんではないかと思いますむしろ、じゃあ,あの、トランプさんが出てきて演説したっていうのは、かなり大きなファクターになったわけですかそうあの計画性があったかどうかというのは、もちろんまだわからないんですけれども<ー>あの、事態の経過から見ていると、そのように見えますね。 さあ、スタジオには細谷由紀さんもいらっしゃいます。そうですね。あの、やっぱり。 あの本当に今、アメリカ政治が動いてきて、あの岡山さん、私の同僚で、非常にあの日本で多分一番尊敬されているアメリカ政治の専門家の方だと思うんですけども、まあ、やっぱり今、アメリカ政治がですねいろんな、今までになかったような事態になっていて、まあ、それをどういうふうに見るか、まあ、岡山さんの場合、歴史家ですから、歴史的な資産からまあ論じてらっしゃると思うんですけれども、はい、アメリカの政党政治という中古新書ですよね。はい、あの本当にそういった意味でではあの目の前で今アメリカが起きて ることを少し一歩引いて、これ一体どういう意味があるのかということを考えながら見ないと、本当にあのまあ次々と新しいことが起きて、なかなかその理解というのは難しいかもしれないですよね、うん、小山さん、その点で、この、まあ、分断、分断というふうに言われますが、その歴史的な経緯等々を見て、これは新しい事態なんですか、それともその例えば南北戦争の時と似た部分があったりとかするんでしょうか。 そうですねあの。長い目で見ると、はい、あのどこまで遡るかというとあのここ半世紀ぐらい続いているその二大政党の文局化という時代ですね、その二大政党の間であのイデオロギー的な違いというのがもともとあまりなかったのが、えー、あのここ半世紀で非常にはっきりしてきたということが1、まあ、つのきっかけだと思います。うーん まあ、あのー、これ、パッと見た感じだと日本から見るとですが共和党ってなんかその白人の政党なのかというようなあのー、風にも見えますけれども実際のところっていうのはそれほど単純なものではないわけですかね。 えとこれはあの今、共和党があのかなり白人の政党になっているというのは間違いないんですけれども、ええあの、政治的な分裂とか社会的な分裂とか亀裂ってどこの国にも多かれ少なかれありますよね。はい、ですけれども、あのまあ、大体は、まあ、あの人とは例えば経済については意見が合わないけれども、その人種についてはまあ意見が合うというふうにどこかにこう分かり合えるとか 共感できる部分というのがあるんだと思うんですが、えーあの、今のアメリカの、今世紀に入ってくらいからのアメリカの政治の特徴というのは、はい、その党派対立と、両ー的対立と、例えばあの人種の間の分裂というのが、きれいに対応してしまってきていると、なので、その対立している相手と共感する余地も妥協する必要もない、はい、でから、互いにただの敵みたいにこう見えるようになってきてしまっていると。 でさらにそこに、例えばトランプさんなんかが、その対立をこう煽りに煽ったっていうのが、うん、まあ今の状況なんだろうというふうに考えています、うん、そこで、まあ、今回、バイデンさんも先ほどその演説があったわけですが、これをこう何か癒す方向に行けるのかどうなのか、なんかバイデンさんもこう、ある意味、優等生的なことを言っても、トランプさんの支持者たちはケっとか思うような気もするんですが、その辺どうですか。 それは非常にいいポイントであのバイヤーさんはこれまでの選挙戦でも多様性が大事だとお互いに寛容であるべきだといろんな価値観を認めるべきだということを、えー、あの言っているわけですけれども、えー、あのそれに対して、まあ、トランプさんを支持するような人たちはいやそんなことを言っても自分たちの旧来の伝統的な価値観というのは、まあ、どんどん相対的に比重が下がっているじゃないかと。 ういうふうにあの、どうしても捉えてしまうところがあって、まあ、逆効果になっている面もあるかなと思いますうそうすると、この先っていうのも前途は多難ですか正直言うと、あんまり明るい展望っていうのは見えない感じがするんですね。というのはあの、まあ、二大政党とそれぞれの新勢力が、まあ、今お話したように、分極化して、互いにがみ合っているわけですね、はいで。あともう一つの特徴は、その今、この二つの勢力が全国で非常に拮抗しているんです。でそのために いろんな立法も進まない、あのうん、日本府に言うたの決められない政治というのが、はい、もう10年以上続いていると言えると思います。うん でこれをどうにかこう乗り越えようとして、まあ、両方の党派が互いをこう叩くということをやっていて、でまあ、共和党側では例えば有権者の投票を難しくするとか、ですね、はい、ちょっと民主主義の手続きを掘り崩すんじゃないかという動きまでやっていたりします。でまあ、これだけでも十分深刻な感じするんですが、はい、あのその上に今日みたいな暴力沙汰まで生じたというふうになると、うんあのただの,その政治的な膠着状態じゃなくて。 混乱状態まで進んでしまわないかっていうちょっとそういうあの心配はありますね。なるほど。岡山さんあのー、現地本当お忙しい中ありがとうございます。またいろいろ教えてください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。岡山ひ弘さんとお伝えました。長谷さんこの状態のアメリカと我々はでも付き合っていかなきゃいけないとことですね。まあそうですねあの。 もうこれ第2次南北戦争という言葉を使う人もいておそ、はい、らく南北戦争以来最もアメリカが分裂して対立は深まっているとお互いが全く対話不可能になっている状態ですからまあこれは本当にあのその答えがないという状態がまあ実情ななんじゃないですかねまあそれで内向きになるアメリカに対してここの東アジアの日本のプレゼンスってものは何とかして。 らえていかなきゃいけないってとですかね。おっしゃる通りですね、うん。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。朝鮮労働党大会。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日平壌で第八回朝鮮労働党大会が開会したことを伝えました。 党大会は2016年の5月以来5年ぶりとのことです。金正恩労働党委員長は、開会の挨拶の中で、去年までの国家経済発展5カ年計戦略が掲げた目標の、ほぼ全ての部分で、部門で遠く達成できなかったと、経済の不信を認め、国力の強化と人民生活の向上に取り組むと強調しました。 アメリカの大統領選には言及がなかったということだそうでありますがこのタイミングでっていうのは何か動くのかというようなどうなんですかね。これは。 そうですね。あの、うん、まあ北朝鮮の問題はなかなか、はい、あのその私も専門ではないので、うん、あのその動きが何を意味するかということをそのまあ解読するというのはなかなか難しいところあるんですが、うん、まあ一つはそのトランプ政権で、はい、まああの北朝鮮はかなりあの難しい判断決断をして、まあアメリカと交渉してある意味では和解をするという方向へと進んだです、ね。うん、まあそれに対してトランプ大統領は答えたと。うん、まあ当然ながらあのトランプ大統領があの大統領選 が勝ってまあ、従来の路線の継続ということを強く、あの望んでいたんだと思います。まあ、結果としてあのバイデン政権になったということで、はい、まあ現段階では北朝鮮これからどういう方針でいくかということについて、まだ明確な方針があの立てにくい段階だと思うんです。でさらにそれに加えてコロナの問題があって。 はい、あのある意味では閉鎖的な国家ということはあの人の交流が限られてますから。まあ、感染拡大に関してはまあ、閉鎖国家の方が当然ながら、これはコロナ対策という意味では、あの感染がしにくいところはあるんですが、まあ、一方で北朝鮮医療体制が非常に脆弱だということがまあ指摘されてます。ですから、一度これが国内で感染が広がってしまうとまあ、とても今の北朝鮮の医療体制では対応できない。 そういった意味では、まあ、現段階ではまだあの経済的にもコロナの対応でも安定して、まあ、特に今回はその、まあ、労働党大会であの誰もマスクをつけてなかったとこれは感染対策がうまくいってるということを世界にアピールするという目的があったと思うんですが、まあ、あの一方ではあのこの感染が中に広がって てしまうことに対する非常に強い警戒心というものもうかがえるんだろうと思いますね,うん、まあ、あのね唯一というか同盟国とした中国があると思うんですが、まあ、ワクチンを融通してくれであるとか、まあ、いろいろこの中国頼みの部分というのがより鮮明になってくるんですかねこのコロナによってあしおっしゃる通りですね、やっぱりあの今あの、北朝鮮は逆に言えば、はい、あの中国との関係 っていうものをある程度安定化させることによって経済的なあの空気を乗り越えるというような。 方針だとと思思いますすし、うんまあ、ある意味でで中国のの影響力が確実に今この東アジアジ広がってると思うんですね、うん、まあ言い換えれば、もともと米朝交渉したということは、やはり部分的には北朝鮮の中にアメリカと交渉するということによって、アメリあの中国に対する、まあ、不信感を示すという意図もあったと思いますから、うんはい、それがあその後に、ある意味では、あのまあ、あの中朝関係が安定化することによって、まあ、ある意味では政治的にも経済的にも、まあ あの安定化というものをある意味では今、実現しつつあると言えると思いますねうーん、まあ、そしてまあバイデン政権にまあ変わるということになると今後どういう対応になっていくのか、まあ、これは中国とのね関係のちょうどスクープアップのゾーンでもやりますが北朝鮮への対応っていうのはそのオバマさんの8年間って基本的になんか戦略的に無視するみたいなことを言ってましたよね。その結果なんか深刻になって で核開発進んでしまったようにも思えるんですが、どうなっていくと考えられますかまあそうですねあの、やはりバイデン政権の,時の、はいまああの北朝鮮政策というのあ、まああの前回のオバマの時に、私はあれは完全に北朝鮮政策が失敗だったと思いますね、あのつまり放置することによって核開発を進めた、はい、でその進めたことに対してです、ねまあ、強硬な態度を取るわけでもないですし、はい、まあ一方で交渉するわけでもないと。 まあそういった意味では、トランプ政権はあの北朝鮮の核があるということを、ある意味では認めた上で、まで、それを交渉によって何らかの解決を模索して、それを動かそうとしたわけですね。ですから、今のバイデン政権、これからですね果たしてオバマ政権に戻るのか、あるいはトランプ政権。 のある意味では政策の延長線上にあの政策を作っていくのか、まあ、それについてはあの今の段階ではあのおそらくバイデン政権は明確な方針がまだ立てていない段階だと思いますので、まあ、それを見ながらおそらく北朝鮮も対応を考えるという形になるんではないでしょうかうんそしてまあ日本としては拉致会社の方々全員帰国してもらわなきゃっていう、ねえー、まあこの方針というのは おそらく菅さんになってもずっと変わっていないと思うんですけれどもバイデンさんのときとトランプさんのときだとこうそこもいろいろ変わってくるんじゃないかという話がありますがあのバイデン政権はおそらく最初の1年から2年にかけては徹底して国内のコロナ対策に対応を集中せざるを得ない取り替えたら、はい、アジアに対してあるいは対外政策に関しては相当程度トランプ政権に比べると弱い。 政策になると思うんですですからあの、まあ、あのいろいろとです、ね、トランプ政権に対する批判はあると思うんですが、はい、対中政策や対朝政策に関してはおそらくはバイデン政権になってむしろあの不安定化する。 あの要因、うん、つまりはあの中国や北朝鮮が積極的に動いてくる可能性が高まりますから、はい、まあそういった意味では日本としてもあのトランプ政権以上にこれからはあのアジアでの政策の判断が難しくなっていくと思いますねうん、まあ、北朝鮮に絞って言うと、まあ、拉致の問題と、そしてまあ我が国はミサイルをが撃たれたという経緯があって、まあ、そこでイージス・アシュアをやろうということも決まっていたんですが、これがあ中心に。 になったとまあこれどう守っていくかっていうのも今後のこう一つ大きな議論のポイントにならざるをえないですよね。 あのそうですね結局、北朝鮮、今の北朝鮮は、ですね先ほど申し上げた通り、うんあ、相当程度経済的、政治的には中国に依存していると、はい、でアメリカとの関係ではトランプ政権の時に改善、関係を改善させるという方向に動いてますから、うんまあ、さらにはあの今のムン・ジェイン政権は徹底して、はいまあ、南北融和路線ということで、まああの、今の北朝鮮が明確に敵対的な姿勢を示せる国家は、結果的には日本だけなんですね。<ー>まあ、そういった意味では、はい 世界的な強硬路線を出すときに、これミサイルの発射の実験もそうですが、はい、まあ日本を威嚇するということは、これからもあの続いてくると思います。ま、それに対して日本がどう対応するかというのは、はい、まあ横も見ながら、つまり、アメリカの政策、中国の政策、韓国の政策を見ながら、はい、まあ動かざるを得ないところがありますから。まあ、非常に難しいと思うんですが、とにかくやはり日本は？ あの徹底してこの北朝鮮のミサイルに対して、ですね、はい、防衛体制というものを固めていかなければならないと思いますねうん、まあ、具体的に維、ね、持ジス艦的なものを作るだとか、まあ、あるいはあの敵の基地の攻撃能力とかいろんなこと言われてますが、まあ、まだ正確なというか、方針が固まったわけではないという感じですかね。 まあ結局、ですねこれあのー、そのー、まあ、イージス・アッシュアーの時もそうですし、もちろんこれイージス艦も同様ですが、うん、今、北朝鮮はですねあの軌道が変わるミサイル、弾道ミサイルも、はい、あのこれ開発してますから、まあ、そうするとほとんどこれ無効化してしまう、うしかもあの飽和的な状態で大量にこれ発射すると全く対応できないですから、ええ、おそらく従来の発想の延長線上では防衛ができないと思いますね。なるほど では続いてはここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ香港国家安全維持法違反で最大規模の民主派53人を逮捕。 香港で昨日、元立法会の議員ら民主派53人が国家安全維持法の国家政権転覆罪を犯した疑いで香港警察に逮捕されました。去年6月末の国家安全維持法施行後最大規模の摘発となります。えー、これに関連してアメリカ人の弁護士、ジョン・クランシー氏も逮捕されたということでえあります。 なんか7月に行われた例の立法会の、ね、選挙にまつわるこう人気投票みたいなものそれを企画したのがだめだったっていう話が出てますが。 まあそうですねこれ、短期的なあのその視点と長期的な視点と両方必要だと思うんですが短期的な視点としてはやはりですね当初、中国はバイデン政権が成立した場合でも対中政策は引き続き厳しいままだろうということを想定してたんだと思います。まあ、ところが あのまあ、特に国防長官の人事、ミシェル・フロノイ氏が拒絶された、あ,はいまあ、あのことをもって、ですねやはり党内の左派の影響から、あのかなりの程度あの、おそらくバイデン政権のアジア政策が、はい、あの介入主義は取らない。 とということ、まあ、非常にあの内向きになるということが明らかとなってきたわけですね。で、このことをもってです、ね、おそらく中国は香港や台湾の問題に関して、一定程度、まあ、ちょうど今が移行期というタイミングも,もちろんあるんですが、まあ、その移行期ということに加えて、おそらくバイデン政権になっても、あのおそらくこの香港の問題と台湾の問題に関して、アメリカがあの口だけ批判するけれども、おそらくはあの強硬な軍事的な手段は取らない だろうということを今読んでるんだと思いますで、それによって今後ですねまあ、より一層香港の問題台湾の問題で中国が まあ挑発的大胆な行動に取るということのもうこれ一つのきっかけになる可能性があると思いますね。ああ、もうじゃあ力によってこれ香港は主に収めたぞぐらいの気持ちでいるわけですか。まあ今回の件はもう完全にあの一国二制度というものを中国が一切考慮しないというこれ意思表示とも見えますよね。うん、もともとその一国二制度というものは台湾をこう中国の中に取り込む際のまあ た弁方として鄧小平氏がひねり出したというような話もありますが、これ、じゃあ、台湾への相当なメッセージですすか。まあそうですね。80年代に1984年にイギリスと中国が共同宣言で、はい、この香港返還後に、まああの自治、高度な自治をそのまま残すということを言って、まあ、やはりこれは今おっしゃった通り、台湾に対して、いわばショーウィンドーとして、はい、あの香港が、あの まあ中国の中に入ってもまあ高度な自治を維持できる、まあそれをある意味では呼び水として、台湾に対してですねまあより影響力を浸透させようとしたわけですが、これ、今回のこの香港のケースを見ると、台湾に対してですねそういったような配慮をしないという、これ、意思表示だと思うんです、つまりは力ずくで、ある意味ではあの台湾を国内問題としてまあ強硬にですねあの一定程度介入できるというようなあの見立てをおそらく取り あると思いますのでまあ、そういった意味で今回の問題に対して、はい、ま台湾は大変なこれはショックを受けてると思いますねこれ台湾の周り台湾海峡だったりとか南シナ海で中国の人民解放軍海軍が演習をしたりとか相当こうプレッシャーをかけてきているという状況がありますよねこの動きがさらに活発になる とということになりますかそうですねあの、軍事的な圧力をかけるということ、はい、まあこれはアメリカに介入させないということですね、中国と全面的な戦争をしてまで、果たしてアメリカが台湾問題に関与するつもりがあるかということで、はい、まあそういった意味で、あのこの可能な限りですね、あのエスカレーションをさせるという意思表示を。 あのまあ、示すと思うんですが、うん、まあ一方ではあの、おそらく台湾の内政にいろいろな形で工作をかけてくると思いますので、あ<ー>まあこれはある意味では、今、香港でやっているような、はい、つまり内側をコントロールして、内政に関与して、そして捜査をするということ、まあ、これを台湾でもおそらくあの行おうとしてるんだろうと思います、ね、うんあの去年の夏から秋口でしたか、オーストラリアであの中国の元スパイだという人が。 結構、いろんなメディアにこうインタビューに答えたりなんかして、えー、台湾の国会議員の選挙などに、まあ、かなり、まあ、あと地方選もですかいろいろな形で介入をしていたんだということが言われましたがこれやっぱりその中国に近い国民党をてこにしながらやるってことになりますかね。あのー、今、まあ、台湾全体が反 中感情が高ままってますから台湾に対して内政を操作するということは非常にしにくくなってくる面が大きいと思うんですね。で、これは経済的な圧力をかけるということで、はい、まあそういった意味で圧力をかけているわけです。と,ところが、これ、台湾の今、半導体がです、ね、コロナ禍で非常に今、収益が上がってるんです。ええ、で、今、デカプリングで、まあ、トランプ政権が、まあ、ある意味では、この中国との間で、まあ、今までの従来の総合依存というものを大きく見直す方針を立てた わけですね、うん、でこれはある意味では、台湾にとっても経済にとっても難しい局面と、ある意味ではさまざまなビジネスチャンスと両方生まれたわけですが、はい、まあこれが続くかどうかということによって、台湾も非常に判断が難しくなってくると思うんです、うまあそういった意味では、EU との投資協定が作られましたよね、そう,ですねそういった意味ではもう今、中国は、はい、まあ世界の中で対中包囲網というものを徹底的に切り崩しにかかってくると。う 日本日本だと思うんですね<ー>日本に対して経済的な圧力をかける、まあ、そういった意味では、RCEP を作るということは、中国にとってはま戦略的な勝利でもあるわけですが、うまあそういった意味で、日本はあのコロナ禍で非常に経済難しい、困難な状況にあるということと、中長期的な戦略を考えて、どういった形でこれから対外経済政策を考える、これ、2つをきちんとやはり考えていかないと、まさにあの漂流していってしまうことになると思いますね。 うんまああのー、アメリカのその姿勢もどうなるかっていうところで、まあ、そのファーウェイだとかいろんな、ねえー、ところを排除しようとしていたんですがこの間。 中国の通信3社の上場廃止の手続きを一旦中止するんだっていう、なんか、あれ、腰砕けちゃったかみたいなニュースが出ましたけど、これ、どう見ますかあのやはりバイデン政権の最大の不安となると私が考えているのが、今のバイデン政権を見てると、とにかくトランプ政権と違うことをやろうとしてるんですよね。ですから、専門家の間では、アジア政策を含めて対外政策が継続するだろうということを言われていたわけです。 例えば、フォイプ自由で開かれたインド太平洋、これもバイデン大統領、次期大統領、一度もこれ使ってないんですよね、つまりトランプ大統領がやったことを否定するということになりますと、これはトランプ大統領で徹底的に対中強硬路線をある意味では取ってきたわけですから、これとは違う、交渉するということを、特にグローバルイシューズで、気候変動問題であるとか、コロナ対策で中国と交渉するという姿勢を見せてますから、必ずしも私、 私はあのバイデン政権慎重になるとは思ってないですがあの過剰なあのトランプ政権と違うスタイルを見せようとすることがあのやはりあのこの東アジアの混乱の原因になる可能性というのは私はあるんじゃないいかなと思います、ね、その辺は日本としては、まあ、中国と地理的に近いということもあって影響も受けやすいやっぱアメリカのこう姿勢を少し修正するなり 手綱引っ張ってくるなりっていうことはしなきゃいけないわけですかねあおっしゃる通りです。今は東南アジアでも、EU でもですね、はい、オーストラリアでもインドでも、アメリカよりもはるかに日本に対する信頼度の方が高いんですね。あ<ー>つまり、アジア政策に関しては、はい、おそらくバイデン政権を見て、その政策日本が迎合するのではなくて、うん、むしろ バイデン政権のアジア政策を日本がシェイプしていく、むしろ牽引していく、はい、まあそのことをおそらく東南アジア、ASEAN アアやオーストラリア、インドは日本に期待していると思います、ですから、えー、必ずしも従来のような形で,です、ね、アメリカの政策を見て日本が対応するという形ではなくて、むしろ先に日本が大きな方針を示して、まあそこにアメリカのバイデン政権があ乗ってくるような、そういった流れをあの作らなければならないと思いますね。 その旗印がやっぱり自由で開かれたインド太平洋ということになりますかまあその言葉をですね、えー、あのバイデン政権、バイデン次期大統領に合わせて変えるような姿勢というのは、やっぱり日本は示すべきではないと思います、まあ、それは間違ったメッセージになるわけですね、うんうん、つまりは今、アジアの中で、えー、ある意味では正しい対中政策というものを進めていく国が日本だ。はい という評価が、まあ、先ほど申し上げた通り、この地域で非常に高まってますから、うん、まあそういった意味では、むしろ日本があのこの地域において、どういうふうに中国に対応していくかということの、その政策のですね、先にそういったあの方針を示す必要があると思いますね、うんうんえー、スクープアップ、香港情勢からこの東アジア、日本、どうすべきかというところをお話しいただきました。